飾区の堀り切りで毎年おでん大会が開催されるんですよ変人紀行がおでんの中に妙なキノコを混入しないか心配なんだよいつぞやはキノコに当たったじいさんが幻覚を見て「俺のチャリンコを返せ!」とか「ときめくハートはラムネ色」などと訳のわからんことを叫び出して大騒ぎになったんだ去年のおでん大会は 紀行が鍋の中に筋肉マン消しゴムを入れやがったんだ俺「あしらまん」とか言うの必死に食ってたんだよなんか硬いなーって今年はおでん大会の会場入り口で紀行が厳重なボディチェックを受けていたそれとみんなで徹底して紀行監視の会もあり無事におでん大会は終了したけど紀行に気を取られて なんだか食った気がしなかったな。